じゃんということでご飯やってきました。いただきます。はい、こちらはみかんのゼリーだったそうです。さあ、リカこんにちは、のぶーです。のぶー沖縄情報チャンネル始まります。ということで今回アダガーデンホテルに来てます。前編見られてない方、突然でよくわからないかもしれませんが、今回国頭村ヤンバルにあるアダガーデンホテルに宿泊してます。これから夕食の時間なんですけど、前編ではそれまでこの周辺でちょっと遊んでた様子など、あとホテルの中の部屋の紹介などをさせていただいてます。もしよかったら前編の方をご覧ください。ということでもうちょっとで夕食なので、夕食の方に行ってみたいと思います。はい、ということでそろそろ予約した時間になったので、18になったので向かいたいと思います。これではガチャーということで、ちなみに鍵はオートロックじゃないので閉める必要があります。まずこのまま開きます。なので鍵を出して閉めてから行きます。 OK です。はい、こちらが1階です。そしてレストランはこっちですね。こちら側です。まだ準備中かな。で、こちら1階のコインランドリーとかあるところですが、実は自販機が結構充実しております。まあ、売店とかが近くにないので、結構昔からご飯もありますね。サバの健康、こんなのもあります。そしてカップラーメンとか、こちらカップ焼きそば、ビビンバとか、まあ、ドライカレーとワインとかまであります。飲み物いろいろあります。お酒もまあ300円、ちょっと高めですね。売店の方が安めです。こんなところもあります。こちらコインランドリーもあります。それでは時間になったので入ります。で、指の消毒にご協力お願いします。ということでしゅ、レストランの中こんな雰囲気ですね。な感じです。食事は多分決まってますが、飲み物メニューです。で、この茶わ盛りがいっぱいある。大盛りいっぱいあります。全部あるのかな。めっちゃ種類あります。こちらです。じゃん、ということでご飯やってきました。ハンバーグ、いや、もうこんな感じで火を使った感じです。やばい、美味しそうです。こんな芋の煮物みたいなのもあります。これしばらく待ってればいいのかな、もうちょっと焼いた方がいいのかな。そしてビール、オリオンです。いただきます。うん、うまい。ちょっとジュージュダメリ、こうハンバーグがすごいですね。ハンバーグが結構フワフワな感じですね。ちょっと切ってみましょうか。おお、肉汁がやばい、美味しそうです。おー、美味しそう、やばい感じです。ではちょっと食べてみましょうか。よいしょ。それではハンバーグ、ちょっとスープかな。なんか電気がチラチラしてますが電気がチラカチカしてますが、それではハンバーグいただきます。なんかハンバーグ中できてない。食べたハンバーグが中の方がなんかちょっと冷たかったので、こちら中半生ってことはないと思うんですけど、こちらちょっとしっかりこう焼いた方がいいかなということで、しかも野菜でちょっと蒸し焼きにしております。それではちょっとこの辺のかぼちゃとかいただいてみましょうか。かぼちゃ、普通にかぼちゃ、よいしょ、いただきます。うん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 、おいしいです。ご飯もいただいて、うん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 、それでは再びハンバーグ、どうでしょうね、できてるかな、あったかくなったかな。それではいただいてみます。いただきます。おいしいです。それではまだまだハンバーグいただきましょう。もう火消えましたが、よっしゃ、美味しそうですよね、美味しいです。いただきます。うん、美味しいです。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ということでごちそうさまでした。なかなか美味しかったです。ハンバーグです。ハンバーグ定食っていう感じですね。ハンバーグはじめなんか冷たくてですね、中の方が結構ゆるゆるって言ったら変なんですけど、結構ジューシーな感じで、そちらが結構冷たかったのに、なんか半生みたいな感じもだったんですけど、途中からしっかりと鉄板で温めたらなかなか美味しいハンバーグでした。そして野菜とかもしっかりとれて、なかなかいい夕食でした。夕食付きにするといくらプラスだったかな、ちょっとはっきりとわかりません。調べてこちらに出しておきます。それなりに上等な夕食ですけど、なかなか美味しかったです。ということで今晩はこちらゆっくりして、そしてまた明日の朝お会いしましょう。それではおやすみなさい。例えばおやすみなさいと言えましたが、商店で買った名護コーヒーじゃない、名護ビールがあったんでした。それではこちらいただきます。そして栓抜きありません。それでは開けまーす。はい、それではいただきまーす。じゃあおはようございます。朝日が出ております。ちょっと雨降ってたみたいですね。でも今はなんとか太陽出てますが、今から朝ごはんに行きたいと思います。はい、ロビーに出てきました。それではこちらで朝ごはんデビューです。それが昨日こっち映してませんでしたが、お酒がいっぱい並んでます。こんな感じです。朝ですが、お酒の映像です。じゃあということで朝ごはんです。こんな感じですね。白系と卵、そしてこれは黒いのが唐揚げなんでしょうか。そしてこんな感じになっております。これなんだろう、プリンか、こんなんです。ちなみにこの納豆は、はいどうぞ。それでは鮭をいただきます。よいしょよいしょよいしょ。鮭いただきます。うん、普通に美味しい。結構薄味ですね。こんなに塩効いてあってなかなか美味しいです。これなんだった、これかまぼこ天ぷらか、こちら多分すり身ですね。魚のいただきます。うん、なんか入ってる、ごぼうが入ってます。美味しいです。はい、こちらはみかんのゼリーだったそうです。それではいただきます。よいしょ。今日ごちそうさまでした。はい、ということで朝のご飯美味しくいただきました。朝ご飯美味しかったです。鮭となんだっけ、天ぷらと卵、まあオーソドックスな和食の朝ごはんっていう感じですが、なかなか美味しかったです。こちらのホテル普通に泊まれば確かですね、一泊二食付きで6000円台ぐらいだったと思います。そして朝ごはんだけだと多分そっから1000円か2000円引きぐらいで4000、5000円ぐらいで泊まれたと思います。まあ、なかなかこちらの地域ですね、ヤンバルの方になかなかホテルってないんで、こちらのホテルちょっとまあ老舗旅館ではないですけど、まあ老舗のホテルっていう感じです。そんなに高くなくていいホテルだと思います。ご飯もなかなか美味しいです。昨日の夕食のハンバーグも美味しかったです。ちょっと連泊すると多分夕食は口コミの写真とか見てると基本的にハンバーグみたいなんで、ちょっと連泊するとちょっとご飯飽きるかもしれない。こちらヤンバルに来て一泊ぐらいするような感じのホテルの使い方いいんじゃないでしょうか。ヤンバル地域に遊びに来る方、まあ沖縄県民でもこちらに遊びに来てちょっと一泊するのもありだと思います。おすすめです。ということで今回はアダガーデンホテルにお泊まりさせていただきました。またこういったお泊まり動画、まあ GoTo もあって、あと沖縄再発見キャンペーンも第3弾があるっていう噂もあるんですけど、ちょっと詳細全然発表されないんでどういう状況か分かりません。またお安く泊まれたらこちらのホテルとか他のホテルいろいろちょっとレポートしたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。サーリーカ、バイバーイ。それではこちらです。お腹いっぱいでっかいもの、ダミの豚野菜そば山盛りです。